清水さん、今回ですね、ツールのお申し込みありがとうございます。メールありがとうございます。はい、ということで、確認させていただきましたので、特典の方をお配りするんですけれども、すいません、ユニバ君が、ユニバ君っていう子がいてるんですけども、あの爪研ぎ、はい、こんな感じでございます。すいません。はい、でまあメールでもいただいてたんですけど、まあ塾に入ってるトップバズのやつに関してはですね、まあ、見なくてもいいと思うんで、特典2と特典3ですかね。特典3を見たことあるかな、多分ないと思うんですね。特典3は、特典3清水さんないですよね、多分ないと思います。まあ特典2のやつは、まあ、新商品なんで、まあ、世に出してないんで、うん、はい。特典3はですね、新しくつけたんですけど、その出版記念で、僕全国回って、まあ、今回青森と北海道回って、まあ 2件ですね、あとね30都道府県あるんですけど、高知でやったセミナーが、その菊田さんっていう人がいてるんですけど、その方がですね、まあ、ネットビジネスで資金作って、まあ、借金返済して、ネットビジネスで借金返済してから資金作って、でそこからその資金をバイナリーで運用して、で1億ぐらいまで持ってって、で、去年ですね、イーサリアムの仮想通貨、利確して、まあ、3000万か4000万ぐらい買ったって言ってましたね。で、3億ぐらいやったって言って、で今5億持ってるっていうね、まあ、ぶっ飛んだ人なんですけど、その人 と、セミナーやった映像が特典3でありますんで、まあ、今回バイナリーつながりでいいんじゃないかなというところで、まあ、結構バイナリーオプションの、まあ、動画シリーズでも結構言ってたんですけど、やっぱ、うん、僕としてはやっぱ軍資金はインターネット、その0円から、お金を生み出せるっていうところをですね、スキル身につければ、まあ、最終的に0円で不動産までいけると僕は思うんで、0円で資金作って、でその資金を投資で増やして、で増やした投資で増やしたお金をお金で不動産買うっていう、これがね、僕ね、もう究極のね、最終的に0円じゃないですか元で。あ、これがね、僕はいろいろ見てきて、いろいろ、まあ、うん、最強かなと思います、本当に。まあ、ネットビジネスの方はですね、まあ、難しい部分もあるかもしれないですけど、まあ、続けていただきたいなと。であと今回そのツールに関してはですね、そのこのツールがあれば稼げるとかそういうわけではなくて、まあ、もちろんいいですよ、いいんですけども、そういう考え方でやるのではなくてですね、まあ、梅田さんも言ってましたけど、月利で何パー出すっていう気持ちで、その余剰資金でね、ちょっとやっていただきたいなと思います。はい、まあ、一応僕もですね、これからなんだツールの方を使って、まあ、検証動画みたいなのやってきますけども、はい、まあ、僕もバイナリーはやったことがないんで、 FX とか、株、日経225と FX と株の商品はもうかなり売ってきたんですね昔で、バイナリーは売ったことないかな、うん、まあ FX もバイナリーもちょっと一緒なんですけど、ちょっとかけ方がエントリーのハイかローかっていうちょっと違うだけで一緒みたいなもんなんですけど、だそこだけね、ちょっと気をつけていただいて、これからその多分その設定がもうなんか、まあ、ちょっとねお客さんの声いただいたんですけども、すでにバイナリーやられてる方はですね、もう設定終わったらしくて、ただこれからバイナリーもしやるんであるならば、設定で結構つまずくと思います。で僕もですね、まあ、ちょっと余談なんですけど、まあ、いつもスマホで撮ってるじゃないですか。いつもスマホで撮ってるんで、ついにですね、この一眼レフを買いまして、まあ、あの取扱説明書をね、これ取扱説明書分厚いんですけど、このなんか一層なんかそのなんか細かいなんとか感度とかよく分かんない用語とかあるんですよ、まあ、その一眼レフ初心者なんで。だからまあ今回これ買って思ったのが、まあ、僕はもう10年以上ネットビジネスやってるんであれですけども、やっぱその初心者ってもう分かんないことだらけだなっていうのはすげえ感じましたね。これを買って全然もうなんかもう設定がいっぱいあってよく分かんないですね。でこれまだそのあの中堅クラスなんで、もっとでかいやつ買ったらもっとすごいじゃないですか、なんかごっついの本格的なやつ、
まあこれ中堅なんであれですけど大変ですよね。だけど使いこなします。使いこなしていきましょう。使いこなしていきましょう。はい、まあやっていけば絶対覚えると思いますんで、まああとは最初は余剰資金でやるか、デモ講座でやっていただいて練習して、まあ資金を溶かさないようにしていただきたいなと思います。はい、それではですねメールの方で特典の方を記載してますので、ぜひ、この津軽海峡横断コンプリートボックス3つの映像いいと思いますし、まあ、あとはその菊田さんのやつぜひ見てみてください。はい、ということで今回はメールお申し込みありがとうございました。